ベッドに横たえられたシセル、大公費カロリーネ、1905年、カロリーネエリーザベト・イーダ・ロイス・ツー・グライツは、ドイツのロイス家の高女で、ザクセンバイ・マル・アイゼナ・ハタイコ・ビルヘルム・エールンツとの、最初の妻。2位系、ロイス・公・ハイン・リヒ22世とその妻で、シャウムブルク・リッペ公・アドルフ・イセイ、ゲオルクの娘であるイーダの間の三女として生まれた。 1903年4月30日に、ビュッケブルクにおいて、ザクセン大公、ビルヘルム・エルンストと結婚した。父が前年に他界しており、兄ハイン・リヒ24世は重度の知的障害者だったため、今夜はやむなく母、イーダの実家である、ビュッケブルク宮廷の世話で行われたのである。結婚式には、オランダ女王、ビルヘルミナと、ドイツ皇帝ビルヘルム2世も出席した。 二人の姉たちが、いずれも身分の低い男性と恋愛結婚をしていたこともあり、カロリーネは、自分だけが、王公館の政略結婚の犠牲になることを嫌がって、この演談に抵抗した。彼女は婚約中は、ビルヘルム・エルンストに冷たく接し、婚礼の前夜、ナコード役の皇帝ビルヘルム二世にこの演談を差し戻すように嘆願した。皇帝はスキャンダルを嫌って、 彼女の願いを聞き入れず、帝国大元帥として、ビルヘルム・ウェルンストに向かって、結婚しなさいと命令を下した。大公妃として、社会福祉活動を熱心に行い、領民から、バイマルの星と呼ばれて慕われた。また、夫の呼び寄せたマックス・リーバーマン、マックス・クリンガー、ハリー・ケスラー、アンリ・バンドベルドといった、文化人、芸術家、建築家にも援助を惜しまなかった。一方、 粗暴で短期なビルヘルム・エルンストとの結婚生活は極めて不幸なもので、夫妻の間には子供も生まれなかった。激しい夫婦喧嘩が繰り広げられ、カロリーネは何度も脱走を試み、やがてうつ病に陥った。バイマル宮廷からの脱走計画が失敗した後、大公費は信頼する女官ベルンシュトルフ伯爵夫人や、自重長、メデム伯爵からも遠ざけられた。カロリーネは、 結婚から2年も経たないうちに20歳で死去した。死因は公式発表では急性肺炎とされたが、彼女の死に関する報道は大公妃が自ら命を絶ったことをほのめかしていた。カロリーネはバイマルの対抗カレー病に葬られた最後の人物となった。夫は1910年にザクセンイコールマイ人間公女フェオドラと再婚した。アポルダのカロリーネ館。 海中のカロリーネと、バイマルのカロリーネ遊歩道、アイゼナハのカロリーネ教は、いずれも大公費、カロリーネの名を冠している。エリカ・フォン・ワッツドーフ、バショフ、イン・ワンデル・ウント・イン・デア・ファー・ボンド・ラン・デア・ザイト、スタイナー、シュトット・ガルト、1997 S、S120PICKELHAUBEN.net、セリング・ヤン・ステーツ、ハット・アーラン・レーモンド、マナーキス・オブ・ヨーロッパ、 サクスは今ある、アイゼンハロイアルファミリー。2012年6月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年6月30日閲覧。ありがとうございます。